おい、弔い屋を呼べ。さっさとしろ。いや、でもあいつが普段どこにいるかなんて知らねえよ。何かあったのか？いいから誰か早く！この感じじゃ死後数日経ってる！もういつ白になってもおかしくないんだぞ！僕をお探しですか？弔い。どうした？僕、実はこれから仕事で上に行かないとならなくて。清野陸、君は玉込の巻いてでしょ。鼻向けられますよね。え、じゃあよろしく頼みました。おい待て、お前。おい今の聞いたか？あの弔い屋なんて無責任な。あいつは聖のあれだろう。俺たちのためにやるわけないじゃないか。だから上のやつは死んだら陸羽に弔ってもらうのが憧れなんだぜ。お代は他のやつの10倍だって。わかった。では俺が。亡きがらはその家か。待ってくれ。そんな金俺たちは払えない。あんたは聖の陸羽殿だろう。弔い代はべらぼうに高いと聞いてる。ここにいる奴らの有り金全部出してもとても追っつかねえ。その噂は正しい。だが俺は金欲しさに弔っているわけではない。黄泉の者を弔ってはいけないという決まりもない。金などいらぬから一差し回せてもらえまいか。地上のものも黄泉のものも俺には同じだ。
少しだけ場所を開けてくれ。額がなく、それだけは申し訳ないが、精一杯安らかな眠りを祈ろう。地上のものも黄泉のものも俺には同じだ。綺麗なもの初めて見たわ。幻覚じゃないよな。聖のやつが黄泉で待ってるんだよな。ことされたら生き返るんじゃないのか。もったいなくて死んでられないよな。クナダの軍人だよな。俺たちのことなんてどうでもいいはずなのに。お疲れ様でした。ありがとうございます。お前、仕事が済んだので戻ってきました。見事な弔いでしたね。
ひとまず嬉しいのだな。先日刃を向けてしまったことをまず詫びさせてくれ。僕は根に持たないですし。いや、そうは言ってもあれは失礼だった。申し訳なかったな。なら今ので帳消しに。そういうことにしてくれるか。そういうことにしましょう。弔いやヒムカ、お前に尋ねてみたいことがある。何でしょう。お前は凄まじい罰の力があると聞いた。そんな自分は恐ろしくはないのか。出会った時も見知らぬ男に手をかけようとしていたな。この力が楽しいのか。あんなもの、ささやかな脅しに決まってるでしょ。彼女を守るための。いや、とてもそうは見えなかったが。リク、君は生が何からできたか知ってる？ヒルコの時代。綺麗な良い色。リク、君の魂がとても澄んでいて、とても強いから、こうして鼻向けることができるんだよ。は？罰は人間にとって確かに恐ろしいものだけど、この島になくてはならない。真面目な性質を持つから思い詰めやすい。でもヒルコは君たちを罰しはしないから安心して。
これから僕がいないときは弔いよろしくね。じゃあまた。それはまあ、確かに。あれほどに浮世離れしているのは、弔い屋だからなのか。ただまあ、不思議と励まされた。同じ力を持つ者同士、また彼と話してみたい。こんにちは。さっきのすごかったですね。あれ、玉込めって言うんでしょ？僕、初めて見ました。まるで神様を見ているのかと。あんなことができるんですね。あ、名乗りが遅くなりまして申し訳ありません。僕は緑の天草四郎時貞です。陸羽殿のお名前は存じていましたが、こうしてちゃんと話すのは初めてですよね。そうだな。俺は聖の陸、以降よろしく頼む。こちらこそよろしくお願いします。陸羽殿、式門はどこかに落とされたのではありませんか？ああ、これは。少々重かったので、取ってしまった。そんなことをして大丈夫なのですか？大したことではない。そうですよね。これ、割と重いですよね。
僕は関係ないですよね。妙なこと言ってしまいました。では湯屋に行くのでこれで。時貞殿、もし何か悩んでいることがあるのなら俺がいつでも聞くぞ。舞を褒めてくれた縁だ。リクー殿は見かけによらずおせっかいですね。でも僕、そういう人嫌いじゃないです。どうもありがとうございます。考えておきますね。そう願う。ではそろそろ向かうか。リク、昨夜の使いの話は聞いた。話したいこととは何だ？我が友、赤座。折り入って、お前に相談したいことがある。できればあの国の医者も呼んでほしい。俺の話を聞いてくれるのなら。だが、つまらないことを気にするな。根に持たない男だ。おいクロバ、確かさっき寝たな。起きろ。いや、そんな不規則な生活をしているのなら申し訳ない。気にしなくていい、慣れてくれ。後でまた寝てくれ。さす、あれ、自分から読みに行った。変わり者の軍人じゃないか。リクーだ。知ってるよ。
どうしたんだ？何か訳ありそうな顔して。寝入ったところを起こして申し訳なかったな。だがお前も真実を知るべきだと思ったんだ。それはどういうことだ？先日彼女が襲われたことを二人とももちろん知っているな。俺は彼女を襲わせた者をおそらく知っている。だがその前に話さねばならない。俺が知ることを包み隠さず。現在、ある者が一つの研究を行っている。章を使い、白により壊死した部分を再生させるものだ。少なくとも断りの二人は知っているだろう。玉そぎにより生きたまま魂を引き剥がされた章が最も純度が高いこと。通常、章は罰を施された状況とその使い手の力により状態が異なるのだが、純度という表現が適切かは分からない。とにかく処刑された者の章が一番澄んでいるらしい。
罰の能力は個人差がある。基本的には力の強いものであればあるほど美しいショーになる。純度が高ければ高いほど薬の原料としたときに効果が高いという。もういい、その話はやめろ。純度の高い章であればあるほど細胞への働きかけが強い。ゆえに大量に必要ということらしい。もしそれが今回の件に絡んでるとしたら、あの人、研究のために狂ったな。つい先刻、軍から報告があった。先日彼女を襲った男だが、看守が目を離した隙に逃亡し、窓から飛び降りて自殺した。そんなやすやすと逃げられると思うか。おそらく何の訓練も受けていないはずの男が。赤座様、お話中失礼いたします。どうした？実は今、不審な男が入り口に参りまして、この時間に陸羽様に呼ばれたなどと言っており。そうだ、すまないが俺が呼んだ。通してやってくれ。え、
い、では。リク、一体誰を呼んだ。まさかあの男ではないだろうな。違う、俺たちの切り札になるかもしれないものだ。たびたび失礼いたします。そのものを連れてまいりました。ご苦労だった。どういうことだ。そうだ、俺が一度捕まえて逃がした。この式門の札には名と住所が記されている。それを預かり、身を隠せと命じた。そして昨日、お前と一度別れた後に、この者に会いに行き、今日ここに来るよう伝えた。そこだ。リクが頭の切れるやつで命拾いしたな。お仲間は今朝方死んだぞ。おい、名は何という。クタと申します。アクタ、お前に命じた者は誰だ。軍に引き渡されて明日あたり死ぬのとどっちがいい。もし一切の偽りなく証言するのであれば、多少は便宜を図れるかもしれないぞ。お仲間は高いところから突き落とされたようだぞ。お前の死因は何だろうな。ここに感謝すべきだと分かっているか。もし仲間と一緒に捕らえられていたら、今頃はもう遺体だ。それは。アクタ、頼む。真実を話してくれ。
絶対の約束はさすがにできないが、俺にできる限りお前の原型を願おう。アクタとやら、お前はまさか知らないのか？彼女が18歳の誕生日を迎えたあの日、俺が島の者たちに何と言ったか。本日この場より、何人たりとも彼女の心身を脅かすような真似をしてはならない。破った者は相応の罰が下されるだろう。お前はそれを知らないのか？ております。だったら吐け。命を大事にしろ。リク、この男は大事な商人だ。ひとまずうちで預かる形でいいな。もちろんだ。そのためにここに呼び出した。聞いても、見事な策だが、いつ彼だと気づいた？軍に引き渡せば証拠隠滅のために消される、そう思ったから指揮門を剥ぎ取ったのだろう。確信があったわけではない。あの時、奴を追いかけながら考えたのだ。彼女を襲って利を得る者は誰なのかと。お前が出した例の保護霊だけではない。彼女の身に何かあれば、太陽が消えてしまうかもしれない。そんな
な危険を冒す者などいるのかと。それで思い出した。あの方が白の薬のために白を研究したいと漏らしたことがあったのだ。そのままでは可能する恐れがあります。早く消毒した方がいい。何をおっしゃいますか。オランピア様ともあろう方の怪我を見過ごせません。いきなり拉致はしないかもしれないが、下調べの意味はあったろうな。実は少し前から俺もせっつかれてた。あんたの白の血を調べたいから協力してくれとな。それはやはり彼女が希少だから。俺は聖でありたかった。研究のことを聞いたのは軍に入隊してすぐだった。苦しむ者を救済したいのだと。聖の前長であるアコン殿は白で亡くなられた。その他にも島では四肢を失った者、命を落とした者が大勢いる。もちろん俺とで。あの病は恐ろしい。その研究は価値があると思った。この島の未来のために必要だと確かに信じていた。今までは外しの確かな証拠も上がっていたし、彼らが悪しき行いをしたのだと思い込もうとしていた。処刑された者の将は廃棄物扱いだ。それが島の者の役に立つのならと。最近処刑される者が増えたことも気づいていた。それも規律の乱れに違いないと。
船戸で捕らえた女性。昨日謹慎の反省文を届けるふりをして軍本部の記録を密かに閲覧してきた。彼らを連行するための証拠は空白だった。研究のために確たる証拠のないものを捕らえ処刑場に送っているのなら、この俺が絶対に止めなければ。そのせいだろうか、今でも生に思い入れがあるようで。俺も昔からお世話になった。出してはならない。俺はこの島を変える。世話になった。博により失われたものを再生したい、それが彼の悲願であることは知っていた。そのための治療法や薬を確立させてほしいと俺は本気で祈っていた。いや、この島の医者全ての願いだ。純度の高い小の効果が高いことは俺たち医者の中では常識だ。だが言葉を選ばずに言えば、処刑された者の小なんて安定供給は難しい。研究として用いることはあっても治療法としては認可できない。そう言ったのは彼なんだ。安定供給か。俺はさ、俺なりに今でも彼を尊敬してた。多分お前の気持ちそれなりにわかるよ。我が友、赤座よ。
そして国の黒羽よ。先日俺はお前たちに無様な態度を見せた。そんな俺が今更調子がいいと思うだろう。だがどうか手を貸してくれ。俺はこの通り式門を捨てた男だ。軍も謹慎中で何もない。彼女が襲われた以上、本来ならばこの剣を片付けるのはお前たちの役目なのだろう。だがこの俺が、ただの陸羽がどうしてもこの手で幕引きをしたいのだ。水臭いことを言うな。あの程度でお前への信頼が揺らぐとでも思ったのか。先日捕らえられそうになったサツキ、彼女の恋人であるヨギにもやはり軍の手が回っていた。だが軍と彼の言い分に大きな相違があり、信用性に欠けると判断した。確証が出るまでは身柄を預かるという建前で連れ帰った。もちろん陸、せっかくの和解の日だ。酒でも酌み交わしながら語りたいところだが、今あの男を追う。知っての通り、この海からどこへも行けない。逃げ場などないが、それくらい承知の上だろう。俺は彼のことをよく知るわけではない。追い詰められて何をするか読めない。そうだな、急いだ方がいいかもしれない。さてと、引っ張り出すか、出てくるのを待つか。できれば穏便に済ませたくはあるな。場所柄、傷病者もいるだろうし。俺がさりげなく様子見てこようか。
往診の予定があるならそれもわかるし。行こう。先ほど折り入ってお話があります。ご同行願います。海に連れて行ってくれないか。ここで騒ぎを起こしたくない。患者たちに申し訳ないのでね。静かな、誰もいない場所でゆっくり話そうじゃないか。この島からは誰も何も逃げられない。私の運命もう決まっているだろう。最後に美しい海を眺めさせてくれ。今までの医療の発展への功績を考慮し、あなたのその発言を信頼し、手枷はつけません。どうか医師としての誠意を見せてください。もちろんだ。今日も素晴らしい天気だね。幼い頃はよく海で泳いだ。白を患い、醜い体となってからはご無沙汰だが、
左京殿。ここ最近の外しの連行は全てあなたの命令ですか？命じてはいないよ。ただ処刑されるものが増え、純度の高い賞が手に入れば白の治療が進むだろうと言っただけで。煽ったということですか？リク、この島に住む誰もが白に怯えているのだ。特に原式と毒式の集まりである軍は、その誇りの裏側に同じだけの恐怖を抱えている。白の特効薬の治癒率は約5割、決して高い数字ではない。少し前に新薬が開発されたが、その副作用ゆえに使用を拒む者が大半だ。そしてもし一命を取り留めたとしても、発症した者には何らかの跡が残る。私のこの姿のように。だが私は決して己のためではなかったのだよ。醜くなった姿のまま生きることは辛く苦しい。それはある意味死よりも悲しく恐ろしい。リク、いや君たち4人とも白を発症したことはないだろう。己の肉体が醜く崩れてゆく様を眺めたことがないだろう。想像したまえ、それがどんなにむごくつらい時間であるか。そんなものを救おうとすることが罪か。罪だと思ったからこそ、こうして私のもとにやってきたのだろう。若く美しく傲慢な正義で私を裁きに来たのだろう。左京殿。
誰も私のことを裁かせない。私は自らを裁く。やめてください。何をしてるんですか。私は悔いもしないし、贖いもしない。すべて私が自ら望んでやったことだからね。あなたの考えは分かりました。ですがなぜ今になって冤罪を煽るような真似を。少なくとも以前のあなたならそのようなことはなさらなかったはずだ。少し前に二度目の白を発症した。そのようなこと何もおっしゃっていなかったではありませんか。これでも医師だからね。兆候に気づいて速やかに薬を投与した。幸い効果はあった。だが明日また発症したら今度こそ薬が効かなかった。薬が効かなければ死しかない。私の研究はそこで途絶えてしまう。皮膚の再生を心待ちにしている者を失望させることになる。クロバ、君は私に問いたくてたまらないだろうな。医師としての尊厳はなかったのかと。答えていただけるのであれば。尊厳で救済はできないのだよ。私は苦しむ者を救済したかった。楽にしてやりたかった。
君たちは私を狂っていると思うだろうが、一切後悔はしていないよ。そうだな、たった一つ意志として未練があるとすれば、白をこの手で調べてみたかった。左京殿、その手を下ろしてください。あなたの命を奪うために俺はここまで来たわけではありません。最後は同じことだろう。それに医者な点は苦手でね。その手を下ろしてください。どうか。リク、今さらそんな甘いことを口にするな。これはお前の手柄だろ。あの男の指揮門を剥ぎ取った時に私の負けは決まっていたのだから。正直少し意外でした。あなたにたどり着くまでもう少し時間がかかると思っていましたから。誰かに命じることはたやすい。だがその者が裏切る可能性もある。自分の手を汚すことが一番安全で確実なのだ。お願いします。その銃をこちらに。言ったろ、私を裁く者は私でありたいのだ。左京殿、そこの白いお嬢さん、できれば目を閉じていなさい。脳症が吹き飛ぶのはあまり美しい光景ではない。銃を、どうかその銃をこちらに。波は求めし者へ。私はこの海で何一つ良いものを拾えなかった。最後くらい我が望みに応えてくれないものか。
闇よ、どうか私の醜いムクロを彼女の目に触れないところまで運び去ってくれ。何を。君の勝ちだよ、リク。塩水に濡れてしまいました。引き金を引くことは諦めてください。左京殿、俺はずっと聖になろうとしてきました。あなたや大使の期待に応えたかったのはもちろん、俺自身が怖かったからです。俺は外しの二人の間に生まれた子供、
この島で最も許されない罪の子供。もし誰かに知れたら、あの黄泉に突き落とされてしまうに違いないと。軍に入って半年経った頃です。不注意で処刑場に近づいてしまい、玉削ぎにより処刑される者の声を聞きました。俺はあれほどに恐ろしい声を知らない。激痛にあえぎ、叫び、すべてを呪い、あれほどに悲しい声を聞いたことがない。顔も名も知らない俺の父もそうして死んだのですね。あのように死にたくないと思いました。ですが同時に、こんなむごいことが正しいのかと思うようになりました。ですが俺は生でいたかった。尊い生として生きていたかった。俺は迷いました。仮想のものを憎み排除すれば尊い生になれるのかと考えたこともありましたが、自分が惨めになっただけでした。なぜ俺に研究のことを話したのですか。このことは軍の上層部でも一握りのものしか知らないとおっしゃったのはあなただ。なのになぜこの俺に。お前がこの世界で最も信頼できるものだからだよ、リク。私を裏切らないだろうと思っていたが、見誤った。
左京殿、俺はあなたから様々なものを学びました。あなたは父のようであり、兄のようであり、大志は俺にとって母のようであり、姉のようでした。あなた方から教えていただいたものの上に、今の俺は成り立っている。ですから俺はあなたに生きていてほしいのです。あなたの研究のすべてが悪しきものだとは思いません。ただ少しずれてしまった道を正していただきたいのです。俺はあなたの研究が島の者の助けになる日が来ると信じています。医者な点で俺はそう願います。ですからどうか、自ら命を捨てるような真似はおやめください。お前はきっと立派な姓の王者になるだろうね。早くこの目で見たいものだ。